手からパスタを出すオリバー。何ですかこれ。うめえ。正気なんだこれ。うめえな。こういうこと。手のひらにオリバー。そういうこと。そういうことこれ。めっちゃ渋いね神田さん。まんじゅうかと思った。そういうことか。ねえ。まんじゅうじゃないよこれ。この狂気には元ネタがあるんだよ。待ってこれは本当にキノコじゃん。これただのキノコじゃん。書いた後に手で丸書いちゃった結果キノコになっちゃった。手の丸なのね。なるほどね。キノコ採取しに来た人じゃん。ただの元ネタが知りたい方は私かオリバーさんが昔にちょっとポケモンユナイトというゲームを23時代でやったんですけども、その時のまあ、打ち上げとしてメンバーでガーティック4やった時のアーカイブを見ていただければいただければその時も手からパスタ出してんの。ここを続編にするなやめろよ第2回みたいにするな。2回はやんなきゃいけないなと思った。見ていただければ何かはわかります。なるほどですね。皆さんぜひ見てくださいね。要チェックやなこれ。神田さんが笑い死に仕掛けたやつ。ではでは絵が上手いと難しい。確かに頑張ろう。あー待ってマウスこれは無理だ絶対伝わんない。いやこれは広い。穴があったら入りてわかる。なんだろう。あでもあえあこれあれありましたこれ。ニコラわかんないってこれ。出してる。天才リリム先輩天才。ちょっとオリバー先生の映画わかんなかった。ゆうたのひすいくん先輩のあの演舞めちゃくちゃうまいんですけどぶっちゃけわかんなかったんですよ。みかんかかきピーかかきピーかと思ったんですけど僕にかきピーを書く理由はないです。なんで食べようともしないし食べ物粗末にしてるやんオリバーさん。なんか虚無で落としてんのかなと思ってなんか苦いか何か苦くて落としちゃったのかなと思って何言ってたのね。なんかオレンジとぶったんよ ね。なんでリリムちゃんこキューピーみたいな顔してちょっとドヤ顔ですよ。キラパーしてる。味があるな。いや分かんないから自分の中でちょっと情報いろいろ付け足すしかないなと思ったら全然違った。全く神田さんが死にそうなってますよ。死にそうなリリムちゃんの絵のうまさが邪魔をした感うますぎて逆になんかやだ絵うまい人に挟まれたくない。しよう手からパスタを出す手品って到達しなさい。